い、どうも皆さん、こんにちは、ポニーです。ということで、今回は、プロの初期ランクは何になるのか、優勝。はい、ということでね、毎シーズン恒例の企画、チャプター6になったということで、今回もやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。動画を見ているそこの君、ちょっとだけ待って。実はこの動画を見ている人の 70% 以上の人が、まだチャンネル登録をせずに、この動画を見ているらしい。年内登録者数10万人を目指しているので、まだチャンネル登録してない人は、ぜひチャンネル登録してください。みんなしてくれたかな？それでは本編、どうぞ。何これ、なんかジャンプがおかしくなってる。また歩き方変わったくね、これ。おい。おい。おい、ダサい、なんか。ということで、実は今日初フォトナだからね、これ、チャプターが変わったから、もう待機島から変わってるんだな。日本がテーマらしいんですけど、ここの時点ちょっと日本っぽいよね。なんだあれは、タヌキじゃないこれ。タヌキだ。ドラえもんじゃねこれ。お、壊していく。お、歌舞伎ある歌舞伎。よし、壊していく。お、なんだあれは、金魚。よし、壊していく。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。さあ、チャプターが変わってるということで、全部開いてない。まあ、どこに行こう。初期ランクということで、さすがにメダルに行く勇気はないんで、で、ちょ、この兜のなんかマークあるところ行ってみようかな。すげえ。桜もあるし、なんか、あっちとか、赤い木がいっぱいある。すべてにおいてすげえ。いや、こいつ尻尾2つあるんだけど、なんか、Y 字なんだけど、こいつの尻尾。竹藪しかない。このさ、兜マークなんなの？この兜のマーク。なんかあるんじゃない？刀があるみたいな今シーズン聞いたんで、前みたいにあるんじゃないですかということで、まあ、早速新武器拾ってます。フューリーアサルト。え、ボスがいんの？こんなところに？え、多分、ショボボスだろうな。あんまいいものは落とさないと思う。メダリオン復活してるということで。あ、これ。ホロツイスターアサルトということで、どっちが強いかこれでわかる。あ、拡張も帰ってきている。はい、そういう感じね。これは？あー、こっちの方が強そう。キューリーアサルトの方が全然強そうですね。これ、このショットは何？お、カブト。はい。なにこれ？枠を開けなければいけない。カブト何これ？鬼の仮面。え、これ何使ってみますか？あ、仮面もかぶってる、本当に。なにこれ？元気玉みたいに投げるみたいな。いきまーす。ほい。うん、多分弱い。なにこれ、なにこれ、なにこれ。え？残ってる。これ何これ？ここに向かってテレポートできるかめ。は？テレポートできる？え、あ、あ、そういうこと？ここに、まあ、作りますと。ここに適当に作りますと。で、こっちを押したらテレポートできる。あ、そういうことね。え、じゃあ、戦闘してる時とか最初に積んで、上にテレポートを用意しといて、テレポートすればいいんだ。強いね。ということで、います。で、ここにまず置いとけば。あ、やばい。いや、あ、待って、あ、もう仮面のせいだろ、おい！はい、ということで、僕の初期ランク見ていきましょう。え、即死です。しかも結果を取得中だ。てか、前シーズンそういえばさ、ランクつかないバグがあったよね。さあ、今シーズンもワンチャンバグがあることを祈って、やっていきましょう。はい。俺、ランクついてない、ランクついてない、来た！はい、ということで、気を取りなしで2試合目行っていきたいと思います。てか、マップも反映されてない、これバグなんじゃない？どうなん？降りやすそうなとこ行きたいね、一旦。でも、あそこ普通すぎるかも。ああいうなんかね、ちょっとした、何軒かだけありますみたいな、家みたいな。いいかも。でも、ここさ、なんか、え、こっち側あれじゃない？なんか、昔あったよね、これさ、え、ここさ、なんかマップの地形というか感じがさ、メガシティあって、で、ここあって、橋あるみたいな。これさ、昔のマップもこんな感じだったよ。で、あの辺に金閣寺があるんだよ。え、俺覚えてるぞ。すげえ登り方。やべえ。なんだこの短いショットガン。これ絶対ドラムショットガンとかそっち系のショットガンです、これ。連射できるタイプだ。フォートナイトやりすぎて、形見ただけでわかります、ここに。サージーファイヤー SMG。これちょっと強そうじゃない？見た目がマジ強そう。ん？撃たれた。やめて。僕1個前の人死んでんの。うわ、当てに行く、これ。レティクル縮まるまで遅っ。これサージーファイヤー SMG の出番だぞ。弱くね？ちょ待って。ダメ弱えぞ、全部の武器が。いや、俺の M の問題か？多分関係ないけどな。15だよ、これ。もしかして外れるって聞いた、俺。オッケー。今の感じ、怪物は？いや、ちょっと弱いよな。微妙いよね、ちょっと。ちょっと微妙いよね。マガジンつけれるシーズンってことは、まあ、別になんかあの、前通りのマガジンがあるのならば、オッケー。ちょっと、喋ってる余裕なさそうですね、新シーズン。こんな落ち着いてくれるほど、ランクは甘くねえよと。えぐえぐえぐ。こんなん昔もあったな。やばっ！は？建築越しなんだけど。建築越しに行けるっけ、あんな。これまずいっすね。なんか強化されてない？刀。俺が知らん間に強化されてるんだけど、刀が。プランタピノスか、サウナじゃなくて。うまく、倒せますかね。
まあまあまあ、さすがに刀だけで勝てるほど、昔の刀とは違うんだね、今見たけど。で、ちょっと、どこ？だって落ち着く暇がない。ショッケープもあんのかよ。もうこれ刀でワンチャンじゃない、逆に。それぐらいの体力しかない、俺。刀でワンチャンだろ、こんなんもん。どうやって移動するの？あ、無理。わかんない。うん、無理。わからん、わからん。なんだこれ。あ、全然わかんない。無理、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 無理。うん、無理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 。多すぎ、多すぎ。喋る時間くれ、実況者や、一応。YouTuber に向いてないぞ、今シーズンが。で、これで初期ランク、あ、来た、初期ランク来た、ついに来てました、初期ランク。はい、今回はつきます。なんでさっきのつかなかったんだ、じゃあ。はい、ということで、ポニーの初期ランク、ゴールド2の 18%。前シーズンどれくらいだったか忘れたけど、安牌なのか。どうなんだ、これは。はい、ということで、もう初期ランクも決まったし、もうここからは、これ以上舐められるわけにもいかないんで、ガチでちょっと戦って、まあ、勝っていきたいと思います。ということで、なんか見えたんで、ここ行きましょう。トゥインクルテラス。よし。ここからはもうね、戦闘シーン多めだと思います。ということで、まあ、この試合もささっとピークロイしてね、終わりたいと思います。この動画は。5入りました。リロードクソ長いよ、このショットガン。ちょっと待って、こんな長いの？こっちのショットガンなんだ。鬼ショットガン。どのショットガンが強いか、いまいち分かってないけど、鬼ショットガンちょっと強そうだな。さっきの試合までもう喋ってるところもなんかどんどん漁夫でやられたからな。この試合はもう競技でなりたいと思います。刀はもなんでこれ、え、誰なんこれ、はい、ピックアップ、あ、ピックアップしたところに、なんだこいつ、これ、あ、強い、はい、オッケー、強い、ショッキングでいいんで、ショッキングでシンプルイズベストに。いや、このもう2丁構成でいいんじゃないの、この武器2つで。鬼ショットガンで良さそうだな。2発しかないけど。なんかさっき持ったなんとかショットガンみたいなやつはね、リロードがクソ遅かった。で、オートに関してはまあ、戦い方的に俺向きではないので。まあ、一旦鬼ショットガンでしょ。まあね、ミシック武器が何あるかわかんないけど、そのシーズンにあるミシック武器の武器を持ってがいいんだよね。ミシック武器って、そのシーズンの一番強い武器をミシックにしてるから多分。だから予測等返ってきてるやん。予測等あります。ってことはよ、予測等があるってことは、空島もある。ランクを上げる上では予測等空島が大事です。いつも言ってます、ポニーくん。ということで行きましょう。まあね、もうすぐ10万人ということで、このチャプターも動画投稿めちゃくちゃ頑張っていって、まあ、10万人、なんならまあその上を目指していくんで、よかったら皆さんね、このチャプターも、ポニーをよろしくお願いします。無限。これでエイム練習していく。弱いっすね、ソフトのボット相変わらず。でね、刀はあるんですけど、さっきやった感じむずかったんだよな。これ移動はどうやってやんの？ダッシュ。待って、できた。できたんで、ここは一回集中モード。待って、二人いるんですけど。また新シーズンでもこのなんか2対1をしなきゃいけないっすよ、俺は。一旦一人ワンパン？この武器だな、一番強いの。わかってきた。はい、60に入るからね、これもう。俺専用の武器だ、こういうの。このちょっと、この距離感。あっぶね、誰やねん、遠くから変な、なんか、元気玉みたいに撃ってきたの。やばいな。いるからね。ミシック。まさかのミシック武器ゲットですよ。しかも、正面できない。入っちゃう。待って、こんな多いのは聞いてない。一旦退却と見せかけて上を取るだけ。よし。待って、何人いんの、ここ。よっ、ちょっと待って、ミシックか、本当に。ミシックの連射速度ではない。やばい、すんごい切り建築来た。OK! ということで、ありがとうございました。ミシックの連射速度ではない、これ。色に騙された、確実に。確実に色に騙された。あるめちゃくちゃ上がる予測とのおかげかもしんない。はい、ということで、この動画は、この辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。